どうもこんにちは、しょうゆです。2022年も今日が最後ということで、ざっくり振り返っていくと、まずは1月14日から真夜中にハローという深夜ドラマが放送されました。どのハロプロメンバーがどの曲を歌うのか毎回楽しみにしながら見てました。推しグループのジュースジュースでは4月20日に3枚目のアルバムテルト、11月23日に16枚目のシングル全部かけて GO イニミニマリも恋のライバル宣言を発売しました。テルトに関してはそろそろアルバム出してほしいなって思ってたんで、すごく嬉しかったです。そして5月の30日に稲葉真奈香ちゃんが卒業、6月29日に石山さくらちゃんと遠藤あかりちゃんが新たに加入しました。卒業加入で言うと、モーニング娘。から6月20日に森戸千咲ちゃんが、12月10日に加賀楓ちゃんが卒業されて、6月29日には桜井梨央ちゃんが加入となりました。ハロプロ研修生としては年明けに後藤花ちゃんと、今はもう辞めちゃったんですけど、前島かりんちゃんが加入、夏には下井谷由紀子ちゃんと上村れなちゃんが加入しました。その中でも後藤花ちゃんは新オハガールにも選ばれたりと大活躍でしたね。初めの頃はオハガール練習生としてオハスタに出演してたんですけど、視聴者や番組スタッフの投票で正式に新オハガールのメンバーとして選ばれました。私も投票期間中は毎朝早起きしてポチポチ投票してました。そしてなんといっても今年は7月13日にお茶の間がメジャーデビューを果たしました。日本レコード大賞では新人賞を受賞して、私もリアルタイムで見てました。おめでとうございます。ハロプロ OG では推しの宮本かりんちゃんは6月22日になんてったって I love you ハウリング、10月12日には1枚目のアルバム一人トイレを発売。もう一人の推しである鈴木愛理ちゃんは2月2日に3枚目のアルバム2627を発売しました。ジュースジュース、かりんちゃん、アイリ、それぞれシングルやったりアルバム出してくれてて、もうたくさんの音楽に出会えた1年やったなって思います。で、3枚ともすごく好きなアルバムなんですけど、この2627はその中でも特にお気に入りです。リリース記念のモバガチャというものがあるんですけど、モバガチャは挑戦したことがないんで、来年こそは挑戦してみたいなって思います。個人的には今年の前半に出産をしまして、生活がガラッと変化した1年でした。その中で YouTube のチャンネル登録者数もありがたいことに少しずつ増えてきたり、前回はついに100本目の動画を投稿することができたりと、なんだかんだここまで続けてくることができました。いつも見てくださってる皆さん、今年も1年本当にありがとうございました。来年も頑張っていきたいなと思います。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また来年お会いしましょう。バイバイ。